2023年、8月の18日、18時18分、停止ボタンを押してもらったら、一時停止したらわかります。このパソコンを使って動画を、つなぎ合わせたりしてるんですけども、ビデオプロジェクターという部分でね。で、本当のことを言い始めたら、政府を注意する内容ね。で、それを怒ってある程度叱って言わなかったら、無理なんです。相手も自分たちが悪いことをしてるっていう自覚をいつまでっても持たないから。で、相手が、国会議員の人とかが謝罪しなきゃならない。知事、市長とかはね。で、今パソコンで同じ文字がこうずっと打ち込まれっぱなしにされてるんですけども、これ電波で多分そうなってます。それ接触具合がどうこうみたいな形で修理屋さんが言うでしょう。それ都合のいい言葉だから電波で聞こえてきてそれ言い始めたんじゃないですか。ファミコンのコントローラーとかを淡井圭介は分解して中がどうなってるか知ってるんです。もともと工業高校とかだから。ボタンのところがゴムで、その下が金属でできていて、接触したかどうかで押したかどうかを判定するんです。このパソコンの中の仕組みも同じです。だから、接触をずっと押しっぱなしとか連打とかしない限り、こんな現象起きません。電波で、電波妨害でこれされてるんですよ。政府はこれ以上、妨害しないこと。淡井圭介のパソコンに。誰でも政府の国会議員や、市長、知事に怒って物事を言ってもよいと。警察官とかにもね。そういうような形にしなかったら無理ですよ。今までの件も全てひっくるめて考えたら、ずっと自然再生可能エネルギー進まないですよ。進んだふりをしてる状態でね。河川水門開閉式玉発電と地下水流トンネル発電とかまど発電とマグマ発電、この4つができなかったら絶対無理。太陽光パネルに関しては、家の上の屋根、自由に使わせてくださいと。蓄電池買うかどうかはあなたにお任せしますと。そういうふうな法律を、本当の義務付け化の法律を作らないと。議会でしょうもないことを、ああだこうだ言う人間が現れるからこういうことになる。だから東京都議会の立法した法律は中途半端。屋根の上の面積がどうこうとか余計な内容がいっぱいあるから。太陽は常に動いている。ある程度のことでいい。義務付けか、それだけでいいの。他の文章をたくさん作りすぎで、余った電力で揚力発電だとか、今さら嘘なんだったら嘘だと言ってください。自ら水素を分解して、要するにメタンガスとか、一応海底とかから湧いて出てきてるでしょ。それが海中で海の水とかに混ざり合ってるのはわかります。で、それに対して消費するエネルギーがとか、まだわけのわからないこと言ってる人間は話しっかり聞きなさい。自然再生可能エネルギーで作った電力を遮断してしまってるんですよ、政府が。九州電力は、原発5基分も。一年間のデータなのか何日分なのか知りませんよ。はっきりしたことをしっかりと公表しないから、数字化して。いいですか？ガスの火力発電所とか石炭の火力発電所止めりゃいいんですよ。九州に 10箇所ほどあります。箇所です。一箇所に複数の火力発電所があるケースがあります。さらに電気が余ってるんだったら、その電力でシールド工法で九州の南の方からマグマ発電をすればいいんですよ。穴掘る電力に回せばいいんです。自然再生可能エネルギー余ってる時の電気でね。水素分解するのがそんなに嫌なんだったら。いいですか？太陽光パネルとかの自然再生可能エネルギーの余った電力を遮断して、本当は水素分解してる方が上だったっていうことも分かってきたでしょ。エネルギーの残存量問題がしっかり分かったら。いつまでは淡井圭介の言った内容を真面目に受け止めようとしないんです。いいですか？九州の南の方に関しては、地下300メートルぐらいにマグマ層があるんです。その距離だったら、そんなに難しい話じゃありません。
早急に余った電力の時に掘ればいいんです。途中で止まるどうこう、予算がどうこう、全然逆です。余った時の電力使えば電力代がかかんないでしょう。本当は頭の考え方が悪すぎるんです。政府は分かったつもりになってる人たちが多すぎるから。で、どういうふうな動画を今作ろうとし、先ほど作ろうとしていて、こういうふうな画面になっているかっていうと、西宮北インターチェンジのことに関して私は注意しましたよね。まだ工事してましたよ。それ今日撮影しに行ってきたんですよ。その動画を、この二つをね、繋いで、で、そのことに対して私は叱ってます。ある程度、怒って言わなかったら通用しないですから。その人たちが自分たちが悪いことをしていました。していました。悪いお金儲けしていました。すいませんでしたって言わないと。建築業者の人たち含めて。ほったらかし、ずっと責任者は。もう一回押しますよ。ここのビデオエディッターのところね。ほらもうほら。これ本当は電波妨害。こんな風にはならない。修理屋さんとかはそれ言い始めるけども、修理屋さんにそれを嘘を伝えたのは政府は絶対ならない。こんな風には接触してないんだから。中で中で図書きますよ。いいですか。これはキーボードの上のキーだと思ってください。この下のところに金属部分があります。薄っぺらくね。で、これを押したら周りがこう、この辺がゴムになってるんです。で、沈むでしょ？押したら。沈むでしょ？これで下の金属部分が、つけてる金属部分が接触して押したっていう判定をしてるんです。政府の都合の悪いことを世間に公表されそうになったらもうこうなるよ。もうめちゃくちゃや。以上。